新年明けましておめでとうございます。ボーカルギター尾瀬です。ギターの須田です。ベースの辻です。ドラムの鈴木です。はい、ということで来ました、2022年めでたい、イエーイ、明けた2022、はい、2021はですね、ベースの10周年ということで、いろいろと10周年企画に向けてですね、こうやってカラスもいっぱい飛んでますけれども、果敢にトライして無事成功を収めた年だったんですが、2022年どういう年にしたいですか、タカさん。はい、いい年にしたい。辻君。いっぱいいろんな各地でライブがしたい。すいません。おいトラと言われないように。通行にね、今年は10周年経てですね、バンドとしてなんかもうちょっと目に見えるトピックを起こしたいなと思って何個か計画を練っております。お楽しみにしていただければなと思っております。2022年、個人的な抱負としてはですね、時間の使い方を良くしたいな。曲をいっぱい作ったりとか、もっと健康的にね。コロナ禍で僕ちょっと増量キャンペーン中だったので、今度減量キャンペーン始めようかなと。健康的に増量って言われるとね、いいことだよ。いいことはもちろん、いや、いいことです。なので辻君はもっと筋肉つけて。そうだね、筋肉つけるのと、保湿を頑張るのをテーマに。保湿をね、保湿を頑張る。高さん個人的には100回ぐらいサウナに入りたいです。ああ、サウナにハマった。3日に1回入ることになるんですよ。はい、はい、毒素が出てくる気がする。僕は少し脂肪をつけるすごい顔された。まあ少しね、まあ少しよ。いいでしょ、いいでしょ、はい。須田さんの唇は、紫になってきた。いいですね。朝一の撮影だったんですけど、練習っぽいですね。はい、練習っぽいんでね、ぜひ素敵な一年にしましょう、みんなで。今一度ベンサム周りに広めてもらってですね、ベンサムにとって素敵な1年になるように頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。それでは新年の、おめでたギャグを須田君から最後やってもらってお別れしたいと思います。じゃあ須田君全体でどうぞ。あれ、虎が開かないな。以上、ベンサムでした。おめでとうございます。